久しぶりに空港に来ました。ここは成田空港第3ターミナル。では締め切らせていただきます。まだご搭乗手続き。外はものすごい雨ですね。現地は晴れてることを祈ります。予報では雨。到着、松山空港到着しました。なんだこいつら。松山市駅前到着しました。松山城お堀の周り桜が咲いてます。ホテルにチェックイン完了したんで、これから、軽くご飯をというか飲みに行けたらいいなと思います。行きましょう。行きますか。いただきました。愛媛のビール2杯。ごちそうさまでした。明日明後日休みだそうで、今日行けてよかったですね。ではまた。おはようございます。松山城の周り桜すごいですね。今日は4月7日晴れてよかった。今日はしまなみ海道の方にレンタカーを借りてちょっとフラフラしていこうかなと思います。ではまた。ようやく鯛めしにありつける愛媛2日目で、あざす。それではイルカと泳ぎます。やばい。今はしまなみ海道博多島に来ております。博多の塩で有名な博多島らしいです。そこにあるドルフィンファームっていうところでイルカと泳ぐことにしました。天気も恵まれてよかったですが、水温は13度ということで、今ウェットスーツを2枚重ね着しております。私たちでいうお花ですね。大丈夫ですか。はい、せーの、はい、そのままお持ちください。では手を離します。はい、OK です。では今度もう一個の泳ぎ方で行きましょう。体験終了しました。ウェットスーツのおかげで意外と水も冷たくなく、イルカと楽しめました。あさす。すごいな、もうこの時点ですごいよ。そうだよね。うわ、囲まれてます。博多島開き山公園ってところに来てます。とんでもない桜の量、素晴らしい。
終電。伊予神灘駅に到着しました。わ、めっちゃ駅前。宿に到着しました。みんなも寝てるんですけど、ここは共用部。めっちゃいい感じです。また明日ゆっくり紹介します。ではまた。おはようございます。4月8日、伊予神灘駅です。朝から曇りですが、ちょっとこの辺散歩してみたいと思います。昨日の夜中に着いたので、夜中っつってもまあ10時とかなんですけど、全然見れてないので。非常に海が近くていいですね。ここから一駅先の下灘駅っていうところが、なんかむちゃくちゃ海に近い駅として有名なので、今日は明日ぐらいにちょっと行ってみたいと思うんですよね。ここですらめちゃくちゃ近いです。そして海沿いには桜が咲いております。おはようございます。一応今日は10時から仕事終わって、まあ日中は仕事して、まあお昼ご飯ちょっとどっか行くのと、仕事終わり次第また松山市内に行こうかなっていう感じです。ではまた。道の駅でみかんソーセージと、アンコールっていう品種のみかんを買いました。食べます。ちょっと軽く宿紹介するとですね、ここが共用部になります。畳でめっちゃいい感じですね。ちょっとここで今くつろいでるというか仕事中なんですけど、でまあ簡単なキッチンみたいなのがあって、でここすごいもうなんかレトロオブレトロみたいな、とんでもないレトロで、こっちは喫茶店になってますと。外は海、最高。松山市駅のデパートの上に観覧車がありますね。めちゃくちゃ都会じゃん。デュエット行きます。ちょっとショーの量じゃないな、ショー頼んだんですけど。バカ盛りミートソースパスタですよ。DD4D 愛媛のクラフトビールとアパレルもやってるんですね。行きましょう。いや、どう見ても美味しそうだよ、こんなの。すごい。おはようございます。わーい。ご飯美味しかったです。ご参加。外ものすごい雨なんですけど、JR 松山駅に向かって歩いております。このアーケードみたいな屋根があるところでどこまで行けるか。4月9日、おはようございます。今日も非常に天気が悪い。多少雨降ってて、海も荒れ気味なんですけど、ちょっと朝ごはんを買いに道の駅まで行きます。で、その後は日中仕事して、夜はまたご飯を食べに松山市に行くって感じですね。午後から晴れたら下灘駅の方に行きたいんですけど、ちょっとこの感じだと厳しいかもしれません。そんな感じで行きましょう。今日も
違うみかん買いました。今日は白塗り。いや、いいね。この値段でみかんが買えるの最高だな。ついにバカ海に近い駅、下灘駅に到着しました。一応道路挟んでるんですけど、もうすぐ海っすね。そして桜のシーズン、線路沿いにはめちゃくちゃ桜が咲いておりました。風は強いですが天気はいい感じ。ちょっと寒い、上着着てきてよかった。意外と人多いっすね。みんなこの時間に合わせて、だから電車が限られた本数しかないので、多分みんなこの同じ時間に乗って、で同じ時間のやつで帰るんじゃないかな。この周りなんもないんですけど、人はめちゃいます。よし、これに乗って戻ります。あざす。下の売店でご飯買ってきました。これから仕事再開です。あ、現在4時29分、3分後に電車来るので、その電車乗って松山市向かいます。駅がそこっての最高。路面を待っております。これから道後温泉の方に向かいたいと思います。人多いな。道後温泉駅到着です。スタバもあるし、この白鷺コーヒー屋さんが有名らしいです。ただ6時までしか開いてないらしく、ちょっときついんですけど。道後温泉工事中。まずい、6時を過ぎたからか、この道後商店街が軒並み閉店の準備を始めてる。まずい、まだ何もしてない。なんなら着いたばっかりなのに。道後温泉椿の湯堪能しました。暑い、あざっす。道後公園来ました。風呂上がりには最高ですね。帰ってきました。今日は明るい時間に帰ってこれて感動です。やった。おはようございます。今日も晴れてる、最高。なんか日を追うごとに起きる時間が早くなっていって、すごい健康的な生活になっていってるような、嬉しいですね。やっぱ東京で仕事してると意味もなく、まあ意味はあるんですけど、夜遅くまで仕事しちゃったりしてるんで、寝る時間がどうしてもね遅くなるんですけど、ここではもう夜、昨日も12時ぐらいにはもう寝たので、そういう面では健康を手に入れていると。今日はこの毎朝行ってる道の駅で、まあお土産風なものとかを買って、残り10分ぐらい、9時14分の松山行きの電車に乗って松山市内に行きます。ではまた。味噌と松山揚げ、これはお土産てか戻ってから食べます。とキウイとハルミ、ビブレ、松山駅近くのパン屋さん、いろいろ買いました。美味しそう。駅戻って食べます。めちゃくちゃ海近い、近いところだったね。まもなく右。音けあんま入ってない。イエーイ。三
津浜に来ましたね。本当になんか港町って感じ。平和です。天気もいいし、こんばんは。三津浜、現在の時刻18時30分。お昼は実はテレ朝愛媛の人の取材を受けてて、なんか愛媛でワーケーションをする人みたいな感じの内容で取材を受けてました。でちょっと疲れて寝ちゃって6時半になっちゃったので、これから、三津浜のクラフトビール屋でビール飲みに行きたいと思います。でその後松山市内でご飯食べる感じですね。行きましょう。ではまた。こんばんは。着いた。行きましょう。いただきます。入ってください。あ、ちゃんと苦いっす。美味しいっすね。美味しそうです。はい、美味しいです。ちゃんと苦い。It's like that for me a lot. 近い近い近い。どうすか？どうですか？これ。もうでも近い近い。ねえ、困ってるからヘンリー。いや困ってないですよ。そうなの。めっちゃモルティー。ですね。めっちゃもう一個しか使ってないです。なんか炭酸もすごい弱いんで、なんか、はい、めちゃくちゃ、ありがとう。いや、めちゃ良かったです。ごちそうさまでした。電車に乗って松山市内に戻ってきました。これから9時から最後に夜ご飯食べてっていう予定があるので、お店に向かって歩いていきたいと思います。行きましょう。松山最後の夜は、こちらの鯛めし、旬どころ岩本でいただきます。あざす。あー、車すごい。さすがアナウンサーの方はもう知ってるね。取材しましたから。取材したんですか。ひろこさん映してもいいですか。どうぞどうぞ。あ、こんにちは。あ、これ動画ですか。はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございます。楽しみに。はじめさんの最後の晩餐。最後の晩餐です。私がこちらをご用意させていただきました、はい、ありがとうございます。もう明日死んでもいいぐらいの感じになってます。イエーイ。あざす。うまっ。めちゃくちゃ焼き魚の味がする、うん、別で焼いてるからね、貝は。めっちゃ焼いて、こんがり焼いてます。めっちゃ焼いた味がする。そう、ちょっと焼いた感じが、うん、はい、いいんですよ。ごちそうさまでした。岩本めちゃくちゃ良かったですね。いやー、満腹です。日本酒も美味しかったし満足。愛媛の最終夜としてこれ以上ない感じに終わったのかなと思います。
今日はこのまま宿に戻って、明日は三津浜から松山に戻って、お昼ご飯松山市内で何か食べて空港に向かって戻るって感じですかね。こんな感じです。ありがとうございました。おやすみなさい。おはようございます。4月11日三津浜です。朝宿でちょっと仕事させてもらって、でこれからちょっと松山市内の方に戻っていきたいと思います。今日夕方の便で東京に戻るので、まあソロボッチ空港に向かう感じになるかなと思います。ではまた。さあ空港行きのバス、ここ松山市駅で乗りたいんですけど、どこから出発なんだろう。あれかな。楽しかったです。あざす。空港到着しました。チェックインだけ完了して、なんかお土産とか買おうかなと思います。最後の最後に宇和島鯛飯食べて帰ります。いただきます。それでは戻ります。ありがとうございました。